どうも、デデキですね。さあ、今回はこちら !SH フィギュアス真骨頂製法ウルトラマンダイナフラッシュタイプでございます。はい、ということで、ついに発売されましたウルトラマンダイナフラッシュタイプ SH フィギュアスでございます。今回は真骨頂で登場というところで、ウルトラマンダイナ25周年を記念しての発売となりますというところで、遊びます遊びましょう。相変わらず真骨頂製法は箱がかっこいいですね。このシックなこの黒バッグにウルトラマンダイナのこの顔ドアップがドドンとあるっていうですね、もうシンプルイズベスト。テキストとかもほんと最小限と言いますか、もう書くべきところだけ書いて、もうあとはもう特に書かないとで、そういったですね、気概を感じるっていうところも素晴らしいですね。でもこれぐらいでしょ、やっぱシンプルだとほんとかっこいいですよ。渋いですよね。ぐーっとね、もう横側とかもね、金箔押しで、ウルトラマンダイナ、ダイナ反対側が、いろいろ説明書きありまして、お写真もね、載っております。まあ、あとはですね、真骨頂製法の説明だとか、ダイナの、まあ、お写真なんかもいくつかあります。ウォーウォーダイナドカーンがやっぱいいですよね。はい。あとはもうファイティングポーズとか、ソルジェント光線だとか、まあ、こういったところも決まりますよと。いやいやいや、素晴らしい。ということで、待ちに待った真骨頂製法ウルトラマンダイナ、中身を見ていきたいと思います。まあなんかいろいろ入っていたんですけれども、まあ真骨頂ってことで、なんか説明書もマットな紙質で、高級感ある紙なんですけど、最初から折れ曲がってんのどうすかね。購入特典のウルトラマンダイナ第1話無料視聴クーポン付きっていうところで、つぶらイマジネーションでウルトラマンダイナの第1話が無料で見れちゃうっていう、こういったクーポンもありましたと。まあ僕はつぶ今はプレミアム会員なんで、いつでも見れます。あざます。そしていつもの手首パーツでございます。いろいろな手首入っておりますね。手動だとか、ファットアクションのついた開き手だとか、もう一個ね、親指が曲がっていない手動だとか、開き手、サムズアップにカラータイマー、ソルジャント光線、まあ最低限の手首はついてるといったところでしょうか。ウルトラクトとかだと、ウルトラフォークとか、なんかついてたイメージですけど、今回はそういうのはなく、もうソルジェント光線だけなんですね。そこまで使用頻度多くないからね、シルドローンとかしか使ってないからね。まあ、デッカーで披露したのはちょっとびっくりしましたけどね。ドゥンドゥドゥーン、ドゥンドゥ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 いや違う。しかし、あの巨人もウルトラマンだ。いやー、あのね、もう遊んでますよ。いっぱい結構。結構遊びましたよ。文句のつけどころがない。はい。結論から言いますと、文句のつけどころがない。かなりやばいっていうところで、まあ、ちょっと足元からね、まあ、ずいと見ていこうかなと思うんですけども、まあ、こんな感じで、シルバーがね、綺麗に塗装されておりまして、そこからぐーっとですね、赤と青と、シルバーとっていうですね、こちらが、しっかりと表現されているんですけれども、やはり、特筆すべきポイントは、まずはやっぱりこの、ウルトラマンダイナは青いっていうところですね、ウルトラマンティガですとですね、紫っていうところまた一つね、特徴ではあるんですけれども、今回のウルトラマンダイナに関してはしっかりと青々しい青っていうところでですね、やっぱりこういった差別化がしっかりとされているというところがまず特徴でございます。そしてですね、今回の真骨頂製法というところで、今回はですね、権藤俊介さんのボディスキャンっていうのをですね、ウルトラマンティガーのデータをね、流用すればいいんじゃないかなって僕、東芝思っちゃうんだけど、東芝だからね。プロですね、今回のウルトラマンダイナのためにもう一度取り直したっていうところで、これがね、もう本当にもう足の長さがね、尋常じゃない。現実にいるんだっていう。この世に存在してるんだ。もうウルトラマンなるべくして生まれてきたみたいな、なんかもう、そんな体験をしていらっしゃいますよね。足が長い。なおかつ、やっぱこう肩幅の広さのこのもうボディラインの美しさですよね。だから、ゴンドーさんがさ、こう、フィギュアになった時にさ、あまりにも、その、おもちゃ、フィギュア映えする美しさとする体験だからさ、えらいことになってますよ。えらいことになってますよ、この。もうボディラインが本当に美しすぎてですな、もう触ってるだけで幸せになる。
えるっていう、そういう印象すらありますね。まあ、そのね、ボディラインのね、美しさは正直ね、真骨頂製法の前回のウルトラマンティガー、まあ、そんな感動はね、正直ないかなと思ったんだけど、まだまだ感動できたね。まだまだ感動できたね。うん。エラーし長いです。ティガーもダイナもエラーし長いです。造形エラーすごいですね。はい。いや、塗装もすごく細かいですね。関節の部分しっかりとね、青も入ってますし、胸のプロテクターの部分なんかもですね、すごくシンプルなデザインをしておりますが、カラータイマーはやっぱりすごい特徴的なウルトラマンですよね。顔なんですよね。結局フィギュアなんだかんだ言って顔なんですけど、顔やばいわ。僕ね、ダイナの顔好きなんだよね。あー、かっこいい。真正面から見るとこう、ひし形で、真正面から見ると。いや、文句の付けどころなくない？覗き穴のなんかもしっかりとね、塗装入ってますし。あとは、このダイナのこのおでこの額のこのクリスタルの部分ですね。この辺がですね、なんかこう変に色を入れてないっていうところがね、ポイントなんですよね。結構、クリアパーツだけど、結構グレー目のクリアじゃないですか。この辺が特徴だなと思っていて。なんかこう、キラキラさせすぎたりとか、まあ、そういうところを相手してないっていうところが、まあ、平成のウルトラマンっていうポイントだなって思います。逆に、ウルトラマンデッカーとかだと、こういうところちょっと派手になってたりしてね、このキラキラしてて。またこれはこれでかっこよくて綺麗なんですけど、ただこれが平成ウルトラマンだと、まあ、この辺ね、あんまりキラキラさせすぎないというところがね、やっぱ一つポイントだなと思います。キラキラさせすぎてないっていいですね。お耳なんかも意外と特徴的なんですよね、ダイナね。こんな感じで、こうやって見ると結構ダイナって面白いデザインしてますよね。ずーっと、ずーっと。まあ、ウルトラマンティガが本当に美しさの化身みたいなデザインだとすれば、ウルトラマンダイナはやはり力強さをちょっと感じるような造形に仕上がってるのもポイントなんですかね。ダイナかっこいいね。にしてもこの胸筋がいいね。胸筋がいいね。横から見た時のこのボディラインの美しさ、こちらも素晴らしいですし、背面から見た時のこの造形、塗装の細かさもしっかりと再現されております。何よりも特筆すべきポイントはお尻でしょうか。お尻の筋肉がキュッと引き締まっていて、この辺の造形なんかもかなりこだわられたとインタビューで書いてあった気がしますね。で、今回のですね、真骨頂も軟質パーツ使ってはいるんだけれども、ウルトラマンティガの惨劇っていうのは、ほとんどないんじゃないかなと僕は思います。ティガさんに関しては僕ね、アクションフィギュアでありながら、ほとんどアクションさせない立像とかしてるので、まあ、傷はね、まあ、ある、まあ、あるっちゃう。今回のウルトラマンダイナはですね、まあ、傷つきやすさとかもあんまりないですし、動かしやすさもありますし、あと腕の肩関節か、この辺のクリック関節もね、ティガさんからもう採用されてないですから、ティガの三撃からね、クリック関節ももうないですから、っていうところで、非常に遊びやすくなってます。かなり猫背ぐっと曲げることもできるので、アクションポーズもすごく決まりますね。猫背もそうなんだけど、あとはやっぱ首の可動かな、かなり上向くので、この辺かなり、ファイティングポーズとか、あとはスージェント光線とか、か、その力の入ったファイティングポーズためとか、こういうところがやりやすいかなっていう印象をね、受けましたね。もうちょっと頑張ったら猫背具合もっとググっていったかもしんないんだけど、ちょっとひよったかな、僕が。ちょっとひよったかな。まあ、でもそれでも結構かっこよく決まってんじゃないかなって思いますね。あとは、肩関節相変わらずね、引き出し式になってますから、この辺で全然ストレスがないので、スージェント光線なんかも、一瞬で決まります。この辺は嬉しいですね。結構スペシウム光線のポーズとかってほんと難しい印象あるんだけど、二重関節というか、引き出し関節のおかげで全然、苦労しないっていうのもポイントですよね。で、やっぱりね、造形がすごく良くて、なおかつ顔もめちゃくちゃイケメン、かっこいいというところで、どんなポーズさせても大抵決まる。その中でね、よりこうこだわったポーズとかさせたらよりかっこよくなるんだけど、結構パッと簡単にやっただけでもすげえかっこよくね、ポーズね決まってくれるから、やっぱこの造形の良さっていうところがより際立ちますね。そしてソルジェント光線のエフェクトですけども、もうダイナミックのダイナーっていうぐらいめちゃくちゃですね、迫力があって、しかも長さもね、かなりね、あるんですよね。というところで、この辺の迫力は凄まじいです。そして、やっぱり平成のウルトラマンっていうところで、トゲトゲとしたエフェクトもついているっていうところもポイントで、すごいソルジェント光線のイメージぴったりだなと思うんですけど、血といえば指に刺さるから、つけるときに痛いぐらいですね。まあ、でもめちゃくちゃかっこいいですね。あとは、ウルトラマンダイナーはね、いろいろな宇宙を飛び回って、今もなお戦っているウルトラマンですから、いろいろなね、ウルトラマンとやはり遭遇する、いろんなウルトラマンと絡ませられるっていうところもね、
ポイントだと思うんですよ。まあというところでね、まあまずはデッカーですよね。ウルトラマンダイナの系譜を担ったウルトラマンデッカーとこう並ばせてあげられるっていうのもね、ポイントですよね。まあデッカーのね、このアーツ一個でデッカー隅っぽいようなポーズさせたらさ、未来で戦ってるあのシーン、こんな感じなのかなみたいな、そんな分度もできますし、遊びの幅は広いと思います。あとはやっぱりウルトラマンティガーですよね。何はなくともやはりウルトラマンティガーと並ばせないとっていうところで、ウルトラマンティガーさんと並べてあげるっていうのもねポイントですけれども、ティガーと並ぶとやっぱ後輩のウルトラマンっていうなんか気持ち、デッカーとか、あと今回ないけどゼロとか並べると先輩のウルトラマンのアスカダイナってなるから、やっぱティガと並んでるとあの頃の若いアスカ若いダイナが連想しちゃうんですよ。だけどやっぱデッカーとかゼロとかと並んじゃうと一気に先輩ウルトラマンとしてのダイナアスカっていう印象ガってくるから、本編終わってもやっぱ人生が続いていくわけじゃないですか。なんかその人生をさ、ウルトラマンアスカシンウルトラマンダイナとしてのなんかその人生っていうのをさ押し寄せてくるから、アスカウルトラマンダイナもこんな成長しちゃってみたいな、なんかそんな気持ちになっちゃう。はい、ということで今回ですね、聖地フィギュアス進行調整法ウルトラマンダイナフラッシュタイプ、こちらをご紹介いたしました。文句のつけようがない、可動よし、動かしやすさもバッチしたし、何よりも造形が素晴らしい。この権藤さんのスタイリッシュな体型と、そしてもうこの顔の造形美ですよね。この辺の再現素晴らしいです。あの真骨頂とか聖地フィギュアツとか言っても結構買いやすくなったっていうのもポイントですね。僕はつぶらやストアで買ったんですけど全然買えましたし、あとは発売した後もお店とか、あとはネットショップとかでも全然買えるみたいなので、あの買いやすくなったっていうのも良かったですね。発売されてから買おうかどうしようか悩んで、あーでもこうやってね、いろんな人が分度として、あーいいな、じゃあやっぱり買おうってなった時に買えないってもしんどいじゃないですか。とにかくもう欲しいか欲しくないかは後にして、まずは予約ボタンをポチらねえとみたいな感じでウルトラハーツ基本的に予約することが多かったからさ、そのやっぱ悩める期間って大事っちゃ大事っすよね。まだダイナの真骨頂アーツ買ってないよっていうね方もまだまだいらっしゃると思うんですけど、おすすめです。おすすめですって言えるのがいいね。あどうしようかな、あでもいいな、欲しいな、じゃあ買っちゃおうかなってできないから、もうねできるって素晴らしいです。買ってください。あとはもうあれですね、話早いかもしんないけど、SH フィギュアツウルトラマンガイアとウルトラマンアグル25周年ですからね。まあ、この辺もね、僕は期待してますよ。楽しみです。以上、ブラキアスでした。それでは、バイバイ。